皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。本日はこちらのゲーム、白夜極光ローテーションガチャが更新されましたということで、今回ガチャ、召集に来るキャラクター、めちゃくちゃ強いキャラクターが2体来ましたので、このキャラクターの性能について触れていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで早速なんですが、召集の方で見ていきたいと思います。カレンももちろん強いし、ウリエルも強いんですが、今回注目したいのはこちらですよね。イルンティとミジャードっていうことで、もう両方強いですね、めちゃくちゃ。特にミジャードなんかもめっちゃくちゃ強いってぐらい、もうマジで強いので、持ってない人はぜひともゲットした方がいいと思います。俺持ってないので頑張ってゲットしたいと思ってます。早速なんですが、性能を見ていきたいと思います。まず、イルンティの方から行きたいと思います。では、能動技の説明から行こうと思います。これがめちゃくちゃ強いんです。もう唯一無二と言っていいぐらいの強さを持っています。黄金の祭りごとでいいと思います。CD は3ターン。そして先制攻撃が強くすれば可能です。選択した2マスを雷属性のプリズム強化マスに変換できるということで、で、これ、強化マスっていう風に書いてあるんですけれども、この強化マスってなんだっていうところなんですが、連鎖によるダメージボーナスは通常マスの2倍になるっていうことで、まず2倍になるっていうところが、これまず強いですよね。そして、プリズムマスっていうのが何かって言いますと、プリズムマスの後ろ、その2マス分も一緒に同属性にするっていう風に書いてありますので、今回の場合は雷属性にすることが可能です。プリズムマス2個のその後ろ2つ分もするので、計6個雷はマスを作ることができるっていうのが強力です。なので大型ボスいるじゃないですか、大型ボスまた大型モンスターに対して使用すると結構簡単に囲めるようになります。右と左を両方プリズムマスを置いて、でその後ろ2マスをやると大型モンスターを囲むという形になりますので、結構ガンガン連続攻撃が可能になってきます。それだけでも能動技めちゃくちゃ強いですね。正直好きなようにパッと変えれますので、変換技の中でもめちゃくちゃ上位に位置するぐらいの強さを持っているんじゃないのかなと思います。それがこのイルンティ、能動技が強いです。ただこの能動技なんですけれども、若干オートだと使いづらいっていうのがあります。オートじゃなく能動技、自分で手動でやるとめちゃくちゃ強さを発揮するっていう風に思います。オートでも十分強いんですけど、ね、そして連鎖技、黄金剣の雨、周囲2マス以内に 165% のダメージを与えるというのが、これが最大になった場合となっています。効果範囲はね、こんな感じですね。2マス、8マス、12マスっていう感じで、これ書いてあると思うんですけれども、これがね結構使いやすいと思います。2マス末っていうことで、周囲自分の2マスまでできるようになるので、結構敵がバラバラになっている場合は使いづらいですけれども、まとまっている状態なんかだと結構広範囲に攻撃ができるかなと思います。プリズムマス生成が安定してくるようになるとめちゃくちゃ強いですよね。好きなところに能動マス等を置いて、で、この連鎖技が入る範囲に移動して攻撃するっていうのがいいと思います。極光タイムと発動するとめちゃくちゃ良さそうですよね。そして、恒例装備は黄金の心。ということで、プリズムマスを通るごとに黄金の印を1スタック獲得する。印1スタックごとに連鎖ダメージがプラス 5%。通常攻撃の余ダメージがプラス 3% で、極光タイム発動するとスタートのマスがプリズムマスに変換されるっていう風に書いてあります。この恒例装備も結構強いですよね。なんて言ってもイン、印を1スタックすれば連鎖ダメージが上がるっていうことですし、通常攻撃の余ダメージもプラス 3% になるっていうことで、結構火力が上がるっていうのはいいかなという風に思っています。このスタートのマスがプリズムマスに変わるっていうのもいいですよね。さっきプリズムマスっていうのをね、説明させていただいたんですが、ここもう一度見てみましょう。連鎖の方向に沿って、プリズムマスの後ろ2マスをプリズムマスと同属性にすると書いてありますので、ここでもね、雷属性マスを設置できるっていうのがかなり強いかなと思います。
ただステータス見てもらったら分かる通りなんですけれども、若干このイルンティ自身のステータス他の星6キャラクターに比べたらちょっと低いかなっていう感じの性能になっています。まあその性能が若干低い分はね、この高齢装備で高火力を補うっていうところも必要になりますし、まあ、あくまでジョブはチェンジャーですので、しっかりと、アタッカー、まあ、ボマーとかとね、一緒に組ませるっていうのもありかなと思います。まあ、正直、強いですよね。まあ、レベルアップ10、装備技10になった場合の最大ダメージが連鎖ダメージプラス 5% ということになってますので、初期値はプラス 3% っていうところはちょっと注意が必要かなというふうに思います。まあ、正直雷パーティーの中でもこの能動技がめちゃくちゃ強いキャラクターですので、もうパーティーには絶対入ってくるかなというふうに思っています。めちゃくちゃ強いです。ぜひ皆さん獲得しましょう。そしてそれをさらに超える、まあちょっと属性が森になるので一概には言えないんですけれども、こちらミジャードについて説明していきたいと思います。ミジャードはもう森属性の中でも現状もうマジで強い、もう最強クラスっていう感じだと思っていただけたらいいかなと思います。あくまで自分的にはなんですけれどもね、まあ、ジョブはスナイパーです。アタック3716ってことでもマジで高いです。もう火力のお化けっていうふうに思っていただければいいかなと思います。濃度技は仕込んでいいのかな、刺す魂と書いてね。周囲3マス以内の任意の位置に瞬間移動し、周囲1マス以内の敵に 250% のダメージを与えます。範囲内で敵が1体のみの場合はダメージが2倍になる。1体倒すために最終ダメージがプラス 15%、 10回まで重なってから、つまり 150% までプラスがあります。能動技で敵を倒すともう一度使用可能になる。なんでこんなぶっ壊れてんのってぐらいめちゃくちゃぶっ壊れてますよ能動技で敵倒すともう一度使用可能になるって、これ2ターン使えるってやばいですよね。初っ端先制攻撃合わせて1ターン目から攻撃、それで万が一倒した場合はもう1回使えるっていうことで、その時点でこのダメージも強い。しかも範囲内に敵が1体だと2倍、敵それで2体倒せますプラス 30% まで跳ね上がるということになりますので、この能動技がマジで強いんですよ。しかも CD が2っていうことですので結構軽いんですよ。軽いんで結構バン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 打てるっていうところがありますよね。もう強い。特に複数のマス大型モンスターの場合は確か何マス以内の攻撃っていう風に周囲1マス以内って書いてますので、確かね連鎖で入ると思います。2マス入った場合はそれ2体範囲内のマス分のダメージが入るっていう風に覚えていただければいいかなと思います。それはめちゃくちゃ強いです。そして影茨でいいのかな、連鎖技ちょっと漢字が読めなくてすいません。難しいんだよねミジャードの。周囲2マスまたは3マス、そして最後が3マスの敵4体ということになりますね。でこれでダメージが与えるということになりますので、結構ねこの連鎖技が範囲が広いんですよね。この周囲3マスってところまで行くと先ほど紹介したイルンティよりも広い範囲で攻撃ができますので、連鎖技自体もかなり優秀になっているんですよね。まあ森属性って見なくても全体の中でもかなりこの能動技と合わせたら超高火力アタッカーっていう風になってますので、このめちゃくちゃ強い高火力アタッカーをまああえて他属性で使うとしても、リーダーに配置することによって結構バン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 使えるんじゃないのかなという風に思います。そして高齢装備コツがかな、連鎖技または能動技を発動した後ターゲットの HP が 30% 以下の場合は100% のダメージを追加で1回与える。追加攻撃の後ターゲットの HP がミジャードの攻撃力で低い場合そのターゲットを破壊する。どこまでやるかっていうぐらいのこの高齢装備なんですけれども、破壊までいっちゃうかっていうね。ただでさえ攻撃力 100% のダメージが追加で入るのにもかかわらず、ミジャードの攻撃より低くなったら破壊するというまさかの破壊持ち、なんか某カードゲームの効果モンスターみたいな感じ。
と思います。また見てください。ご視聴ありがとうございました。別の動画でお会いしましょう。またねー。